して、化粧品サプリメントの成分、ビタミン C とプラセンタと白い肌についてお伝えしたいと思います。まず、こちらシミができる理由、こちらはクラシエさんのサイトから少し抜粋してるんですけれども、シミは紫外線などの刺激により生成されたメラニンが代謝されずに蓄積されシミの原因となります。でまず紫外線、過度に紫外線を浴び多量のメラニンが生成されると肌のターンオーバーで代謝しきれずシミができる原因となります。でニキビや皮膚炎による色素沈着、ニキビや皮膚炎が長引くと色素沈着を起こしやすくシミの原因となります。で活性酸素、紫外線や睡眠不足、ストレスが原因となって発生する活性酸素がメラニンを増加させます。そして加齢、年齢を重ねると代謝が低下し肌のターンオーバーの乱れによりメラニンが代謝されずシミができやすくなります。で女性ホルモン、エストロゲンの低下、女性ホルモンであるエストロゲンが低下すると肌荒れの原因となりターンオーバーが乱れシミができやすくなります。こちらシミができる理由ということで、紫外線とか炎症、活性酸素、加齢、女性ホルモンなどこういったことがいろいろ関わってきます。そうやってシミができる原因があるのであれば、それを原因を一個一個取り除くこと、その原因を作っているものを真逆のことをすればいいと私はいつも思うんですね。ということは逆のことを考えれば、しっかり保湿をして炎症を取って酸化させず、メラニンの生成を抑制して肌のターンオーバーを整えてホルモンバランスを整える、こういったケアをすればシミができにくくなるんじゃないですかって思います。でそこで、ビタミン C の、シミやお肌の色に関わる部分の働きとしては4つですね。メラニンの生成を抑制すること、そしてメラニンの関連作用で抗酸化作用、抗炎症作用などがあります。特に美白の有効成分、そういったものはたくさん種類があるんですけれども、多くはこのメラニンの生成を抑制する部分に働きかけます。しかしビタミン C はメラニンの還元作用というのがありまして、後ほどまたお伝えするんですけれども、こういったそのだんだん色が濃くなっていきますよっていう部分の濃くなっていく部分を1段階色を元に戻しましょうっていうような作用があるのは他になかなかないので、そういった意味でもすごくビタミン C って優秀だなと思います。で私自身がこのビタミン C というものを、ビタミン剤や、サプリメントで服用することと、ビタミン C のいわゆる化粧品を使うことっていうのは今もう16年間ぐらいずっと継続しています。なので最初にやったのは24歳ぐらいからなんですけれど、24歳ぐらいから、飲み始めてビタミン C の美容液をつけ始めて、で3年後ぐらい、27歳ぐらいの時になんとなく肌白くなってきたかなとこう自分で実感したんですね。で、30歳を超えたあたりぐらいから後藤さん肌白いですねって言われる回数がちょっと増え始めて、で35歳を超えたあたりからすごい肌白いですねって言われるようになったので、そういった意味で肌の色を明るくしていくということには私は時間はかかっていくけれども、きちっと体の中から外からケアをすれば結果として現れるなっていうのは実感としてありました。特にこのビタミン C というのは安くてどこにでも手に入って美肌効果、健康効果がものすごい多岐にわたるんですね。ですのでそんなにビタミン C あえて取ってないわという方もですね、もうぜひビタミン C は飲んでいただけたらなって思っています。私もたくさん大好きな成分がある中のやっぱり不動の1位で好きな成分はこのビタミン C です。そして続きましてこちらのプラセンタ、抗酸化作用、メラニンの生成を抑える、保湿、ターンオーバーを整え、メラニンの排出をスムーズにする、血行促進、抗炎症作用、ホルモン分泌調整作用などがあります。実際私もこのプラセンタの現役美容液を3年以上使ってるんですけれど、実際やっぱりこうツヤ感とか、くすみがない、そういった意味では非常に効果があるかなと思いますし、こういったホルモン分泌調整作用、そういったものもありますので、特に気になる方はサプリメントなどで体内からプラセンタを取り入れるということも合わせてやるとより効果的だと思います。肌悩みであってももちろん体調に関してもその原因というのは何ですかっていうことが分かればケアを一個一個していくことができるので、そういった、お手入れっていうのもきちっとしていただけたらと思います。